で何が好きじゃなかったかを分解して、じゃあこうすれば好きになるよねっていう改善策が頭で出せれば、すごくそれはプランナーとして、まあ、いい仕事ができると思うので。こんにちは、エンタメ就活チャンネルの村田です。このチャンネルはエンタメ業界に就職したい学生に向けて有意義な情報をお届けするチャンネルです。今回も前回に引き続き、ゲーム会社でゲームクリエイターをしております豊さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら最後の3本目ということで、今日はゲームクリエイターに必要な力、こちらについてお伺いしていこうと思います。早速なんですけど、ズバリゲームクリエイターに必要な力、何だと思いますか？そうですね、まあ僕は2つだと思ってて、うん、1個は先ほど言ったコミュニケーション力、もう1個が、まあ、真似る力はい、だと思ってます。で、まあ、1個目 のコミュニケーション能力は、まあ、先ほど軽く説明したんですけど、各セクションで自分たちが作るものを示し合わせて、それをこうドッキングしやすくする、はい、っていうところでは、まあ、どういうものを作るかっていうのを握らないといけないんで、コミュニケーション能力ってやっぱ必要だねって思いますね。で、こういうのは真似る力なんですけど、まあ、自分の、まあ、例えばソーシャルゲームを作るときに、各、まあ、機能を、まあ、作る際、いろんなこうゲームを参考にして作るんですね。例えば、まあ、じゃあソーシャルゲームを作るってなったら、この UI、ユーザーインターフェースですね、ホーム画面とかガチャ画面、この画面って見やすいよねとか、この画面ってめちゃくちゃすごくユーザーにとってプレイしやすい挙動になってるよねとか、なんかそういういいゲームのいいところを引っ張ってきて、自分のたちの作るゲームに落とし込むっていうことを結構、まあ、ゲーム会社やるんですね。なので真似る力、ひいては、まあ、ゲームを知ってる知識量みたいなのが結構違う、プランナーの地形になってるなと思っていて、なんでいろんなゲームを知って、でいろんなゲームのいいところをパクれる、真似れる力がすごく大切かなと思ってます。なるほど、真似る力、それはもうそもそも知識がないといけないから、うん、その勉強力もね、うん、必要ですし、確かに自分でこだわりを持って取り組んでるからがゆえに、真似るって意外と難しかったりしますもんね、うん、そうですね。自分なりのものを生み出したい、でもこれ確かにすごいって思った時にそこを真似ることができたら、すごいものがね、確かに生まれそうな感じがします。コミュニケーション能力もさっき申し上げた通り、一人じゃゲーム作れないっていうことが今回の3本を通して改めて分かったので、絶対話さないとできないですもんね。そうですね、うん、はい、話さないと、だからこんなもの作るはずじゃなかったよねってことになっちゃうので、うんうんうん、ちゃんと、まあ、ディレクタープロデューサー間もでも話したり、各セクションの間でも話したりは必要だと思いますね。確かに、こんなにこう分かれてると思わなかったです、うん、例えばさっきおっしゃったインゲーム、ゲームをプレイしてる部分でこの場面、この場面ってこうすごいプランニングが分かれてたり、アウトゲームの部分でガチャの画面作る人、ホーム画面作る人って言って分かれてることにもすごく驚いて、そんなに分かれてるとコミュニケーション能力必須ですよね。そうですね、めちゃくちゃ大切になってくると思います、うん、ですね、ありがとうございます、うん、そしたらこの2つ、コミュニケーション能力と真似る力、この力を培うために学生が今からできること、うん、何だと思いますか？そうですね、まあ、コミュニケーション能力に関しては僕の意見だと、大学時代はもう遊べと思いますね、うん、遊んだり、またインターンもいいかなと思うんですけど、一人でこう何か縮こまってるんじゃなくて、誰かと一緒に何かをやるっていうのがめちゃくちゃ大切かなと思います。サークルでもいいし、バイトでもいいし、でも一人で何かをするんじゃなくて、大勢の人と一緒に何かをしたり、別にそれが成し遂げることでもなくてもいいので、大勢の人と一緒に何かをするっていう体験を通して、いろんな人と話せる力、はい、が、まあ、まず一つ大事になってくるかなと思っていますね。で、真似る力に関しては、まあ、先ほどおっしゃってたと思うんですけど、知識がベースになってくるんで、たくさんのゲームをプレイするっていうことで、あとはこのゲームのここいいとこだったなとか、このゲームのここはちょっとイマイチだったなとか、そういう情報を自分の中にこうインプットしておくこと、
が大切だと思いますね。その2つかなと思います。なるほど、ありがとうございます。で具体的になんかコミュニケーション能力とか伸ばしたり、なんか取り組んだりしますか？そうですね、僕個人が大学生として取り組んだことは、うん、自分営業をもともとやっていまして、うん、はい、人材業界で多少営業をやっていたので、それで、まあ、自分のコミュニケーション能力、クライアントさんとのコミュニケーション能力を培ってきたかなと思ってます、うん、なるほどなるほど、まあ、真似る力は、ね、豊さんツイッターでもおっしゃってるようにゲーム好きだと思うんでね、そこは問題ないと思うんですけど、例えばじゃあ学生の方、ゲーム業界志望してます、ゲーム大好きです、ちょっとコミュニケーション能力自信なくてって方が、今からこうできること、簡単にできる訓練法みたいなの何かありますか？そうですね、簡単にできる訓練法、まあベースでちゃんとゲームやるっていうのもあると思うんですけど、嫌いな、なんかいまいちだなと思ったものもやってみるとかですかね。はい、なんかいまいちだなと思ったゲームとかってみんなこうやらないことが多くて、でゲーム会社の人たちも好きなゲームやるんですけど、あんまり好きじゃないなと思ったゲームってやんないんですよ。でそこ好きじゃないゲームやると、まあ、差別化できるし、入った後にで何が好きじゃなかったかを分解して、じゃあこうすれば好きになるよねっていう改善策が頭で出せれば、すごくそれはプランナーとしてうまい仕事ができると思うので、はい、嫌いなゲーム、あんま好きじゃないなと思ってゲームやってみるっていうのは一個重要かなと思います。なるほどですね、確かに私も、まあ、好きな食べ物ばっかり食べちゃうみたいな感覚だと思うので、うん、ここは嫌いなものを知って、嫌いなものっていうか、あ、これ良くないなって思ったものに気づいてね、それでそれを言語化できたら多分すごい素敵なプランナーになると思いますし、すごい力も身につくと思うので、すごい素敵な勉強法かなと思います。今からでもね、いっぱい楽しくゲームしながら皆さんできると思うので、ぜひやってみてください。さあ最後に就活生に向けてなんかアドバイスいただけたらなと思うんですけど、はい、分かりました。まあ、ゲーム業界はすごく楽しいところではあります。でも、まあ、大変な仕事も、まあ、いっぱいあります。で最近だと、まあ、採用の数も実は減ってきたりしていて、まあ、ゲーム業界自体が、まあ、多少、まあ、今は中国の会社に押されたりだとかしてシュリンクしてるっていうところがあるかなと思うんですけど、でも、まあ、好きだったら続けられる仕事だと思うので、まあ、これは自分の上司のプロデューサーが言ってた言葉で、好きじゃなきゃやってらんないよ、でも好きだったらやってられるよっていう言葉があって、だから好きな人、ゲームが好きだなって思う人は、まあ、ぜひゲーム会社、ゲーム業界入っていただいて、で一緒に面白いゲームを、まあ、作っていきたいと思いますので、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。好きなこと、仕事にできること目標に、皆さんぜひエンタメ就活チャンネルご参考に頑張っていきましょう。現在空島では学生インターン募集しておりますので、こちらもご確認ください。ゆうたかさん、前3問ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で最後ちょっと宣伝の方お願いしてもよろしいですか？はい、自分ツイッターをやっていまして、ゆたかと、まあ、現役エンタメ業界社員っていう名前でツイッターをやってます。まあ、エンタメ業界と、あと限りキャリア、エンタメ業界のキャリアでツイートをしていまして、まあ、そちらのフォローを見ていればよろしくお願いしますということで、はい、以上宣伝になります。ありがとうございます。はい、実際の、ね、現場の社員の声がすごく聞けるツイートになっておりますので、ぜひともご確認ください。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。